本名は、ベニアミン・アレクサンドロビチ・ジー・リベル。プスコフ生まれ。両親は、音楽家であった。母及び兄のレフは文学を好み、その影響で、自身も若くして、文学の道を志す。10代の半ば以降、ユーリー・トゥイニアノフに指導を受けた。16歳の時、兄に連れられて、モスクワに上京。モスクワ大学に入学。 モスクワの分子たちと交流を持ったが、試作では、目が出ず、筆を折る。一旦は、学問に専念すべく1920年、ペトログラード大学に転校。文学部で、文学史を専攻。同時に、東洋語大学にも入学して、アラビア語を学んだ。その一方で、非ユークリッド期科学の考え方にヒントを得た、幻想的短編、第11の定理を、 新人向けのコンクールに応募し、3位に入賞。文壇から、有望な新人として認められる。ミハイル・ゾウシチェンコ、ミハイル・スロニムスキー、コンスタンチン・フェイジンが若手作家と知り合い、セラピオン兄弟という文学グループを結成した。1923年、最初の本、師匠たちと弟子たちを観光。このファンタジーの連作短編集は、 マクシム・ゴーリキーの好意的な評価を得た。しかし、ソビエトの体制の下で、幻想小説を書き続けることは困難であり、表向きは、社会主義リアリズムの方向に転身し、主として、ソビエトの現代史を描いた。その分野での代表作に、二人の船長などがある。1960年代には、ブルガー・コフの再評価、ソルジェ・ニーツィンの擁護をするなど、 ソビエト文学のミニシュ化に力を入れた。1940年代以降では、児童文学の著作もある。1989年、モスクワデボツ。本節では、日本語訳されたもののみを挙げた。AB ウィキペディア英語版、ベニャミン・カバリン・ハット AB ウィキペディアロシア語版。ありがとうございます。